こんにちは、亀太郎とサメ太郎です。今日はなんか友達が亀太郎とサメ太郎のカードを作ったらしいので、そのボックスを2万円で買いましたので、ちょっとそれを開封していきたいと思います。じゃあ行こう。まあこれで開けていきたいと思います。多分ここからテープが切ってあるんで、じゃあ開けます。オープン。おお、これすごいな。よくできてるぞ。これはよくできておりますね。よし、とりあえず取り出して。なんだこれ、おまけかな。多分メルメタル VMAX。 これ多分ポケモンだよな。攻撃力とか強で、パックが、お、すげえ。え、すげえ。これ家計のスポ、え、なんだか、え、これすごいよ。剥がしてって書いてあります。剥がしてって書いてあります。これはどうなっていくのでしょうか。ちょっとね、楽しみなね。剥がしました。おお、見ますか。これ剥がしたらこんなのがあって、いやー、すごい工夫されてますね。結構これは結構すごいぞ。すごいです。いや、これは結構期待以上でした。じゃあ次見ていきましょう。じゃあ次はパックが2パック入っていたので、それを開封していきたいと思います。ということで取り出せましたので、じゃあこれで見ていきたいと思います。まだ1枚目、亀太郎かな。いや、です。亀です。亀太郎ではないのか。亀太郎カードって言って渡されたりとか。じゃあ2枚目、亀同じだぞこれは。じゃあ次、3枚目か、メカか、 SS だ。じゃあラストはカメ。どんな面白、なんだこれ。 SS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 
し。いやでも結構工夫したな。じゃあ2パック目開けていきます。 2パック目はこんなパッケージでした。じゃあ2パック目開けていきたいと思います。1枚目、みんなの亀。おーすごい、 A ランクすごいね。結構2年生がくれたんですよ。結構いいよくない。で次、パン SS プラスだし、想像がやっぱすごいわ。じゃあ次、亀の剣。おお SSSS プラス。じゃあラストは S で、みんなの頑張り。おお。でラストなんかこれがあるんで、ちょっとこれを見ていきたいと思います。じゃあ見ていきます。なんだろうこれ、手紙かな。すげえ、これ巨大カーズだ。すげえ、ブルードラゴン、レッドドラゴン。レッドドラゴンいないと思うんだけど、ブルードラゴンでね、ね、これ。プラス。ブルードラゴンがいてね、多分ここに神太郎が来てくれ。想像以上にボックス楽しいぞ。次。こちらは、トウヨウのドラゴン。トウヨウのドラゴン、なんだそれ。赤いドラゴン。おー、すごいな。カメがいてね。で、これもなんかよくわからないけど。すご、想像以上にこれすごかったわ。今日の動画はここまでにしていきたいと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、バイバーイ。